一番に来たねありがとうすごいねちっちゃんおちたらちゃんありがとうどこやろしんちゃんゾダン嘆きしちゃだインヒロタン来たねインヒロタンちゅありがとうサイリュウさんキンマメパンお,おじさんありがとう唇クースター買い占めちゃいますからねそんなあっても唇は一つなんだけどなどこやろ <laughs> サイさん嘆きしちゃだあサイさん大好きちゅありがとうちゃんと帰ってきたアツヤく、ね、んね本当 やっぱシャアトリンのこと大好きでいてくれてるの嬉しいなアウチし <laughs> んちゃんシェアトリンんか落ちたらアウチって言っちゃうんだよねティムジさサナが1番ありがとう知ってるティムジの1番であれたらずっとずっとあれるように頑張るわさっきブルドネーズさんありがとう007さんもさありがとうございます今朝心配してたけど無事に帰ってきてよかったですありがとう心配してくださって無事に帰ってきました こうしたらサラちゃんちっちゃくなったえっあ,あ本ほんとだほんだじゃ仮面がねほんと仮面といた瞬間かわいすぎたってあったくえ仮面といた方がいいへへへへへへさんへへ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 ねわ、ね、かるやつショールームね。<laughs> 無事に歌舞伎町から帰ってくれて本当に一安心安心元気出さんちゃんが一番よありがとうとかやろう歌舞伎町怖かったね歌舞伎町怖かったよだってねえちょっと待ってそうめっちゃ面白かったのちょっとこれ面白い話って面白く伝えるとあれだけどね <laughs> ミッチーさんもさえちゃんありがとうサシさ,さんもサシさ,さんもありがとうございますそうあのねなんかよっんかあのこうお店の中に こう連れ込むような営業をしているなんか人たちが私たちが出てたところの上の階かな分かんないけどそれに行こうかしてたんですよ。そしたらなんか多分酔ってたと思うんですけど、えっなんかフルーツジッパーいるフルーツジッパーとか言われてあのこれフルーツジッパーいるもんだってはいフルーツジッパーやんとか言って私の一番可愛いところとか言われたんですけどえっ全然違うしきますと思いながら上さんと笑ってました。流星センパイ。 コメント久しぶりだう嬉しいんだけど嬉しいんだけど嬉しいんだけどサシさんワンレベルが16に上がりましたありがとうサシさん全然フルーツジッパーは恐れ多すぎて無理なんだけどと思ってクリッチさんだありがとうクリッチさん来てくれてみんな連れ込まなくてよかったそんななんかね変な変な人たちだったからさ ゴンガマさんありがとうゴンガマさん0 0さん<笑>,笑ってるじゃん絡まれてかわいそう最初んで大丈夫ですよ笑ってたんでで,でもさフォルスジップはさすがに気まずいって感じなんですよてか冷めちゃったかなスープぬるい 優しい味だ優しい味だ優しい味だわ無事に帰宅よかったありがとうホットケーキ <laughs> 誰かさ白鳥のさあの送迎全部んぶやってくれる人いないかなはははは エバドラさんおやすみなさいありがとうまたねまた来てねフーツジッパーもいいけどやっぱさなっちゃんよなあえへ、ー、しいやつやくんシャープでつやくんの一番がいいなあフやち的にはフーツジッパーの誰よりも可愛いから <laughs> ありがとうやちうれしいまだ食べてたあさん食べきれてないんだけどまクレス楽しかったありがとうねずみちゃんだ ねほんとありがとう来てくれてこれって聞いてなかったからめっちゃ嬉しかったんだけどめっちゃ消えた瞬間ボクリしてあげたいやもっとあげるよもっとあげる <laughs> えー、ありがとうはいって、えー、ありがとう今ゾンビみたいな顔してるのでお話からやめてきますごめんなさいえ、ね、大丈夫流星先輩笑えない大変すぎて 大変すぎて竜星先輩大丈夫大丈夫大丈夫心配なんだけど大変ウィルフケーありがとうお父さんなちゃんフルスチッパーさんがめっちゃ可愛くてさなちゃんがんかめっちゃ可愛くてもサなちゃんが自分やみんなにとっての女神よありがとうとかやろそしてこれとほんと嬉しいわちっちゃんママの優先が詰まってスープだねえ えー、そんなのかな。<laughs> だから前にアッシーくんすると言ってたでしょ。アッシーくんってどうだあの。ああ。ありがとう。超い相談してくるアッチくんえ, <laughs> えどうだどれ誰に。仕事辞められる財力があれば先祖くん助手になりたいねありがとう倍さん。ナイちゃんありがとう。 とそんな気持ちだけでもフェズジッよりいいよ怒られる案件あんこするいろんなとこからさなんか言われそうだけどさでもこうさんが支えてくれるならさ自信持って頑張るわありがとうチェンさんだありがとうこんばんはガメメさんガメメさんだありがとうございますガメメさんズムみたいなことかうち通常なのに <laughs> いや、じゃああつやくんは自分のことそうやって言いすぎだよ そんなことないちゃんだって。素敵じゃん。素敵だよ。ねさくらさん心配だよねりゅうせ先輩。うん？ゆう。はるか。うん？これでさはるかって読むんですか？いやー。 ありがとうございますいやですねふふ <laughs> ベイマックスが先に寝ててさもうさ本当にさ最近みんなね本当にリットマンねあの睡眠時間が足りてないんだってみんな大丈夫かなベイマックス先に寝るな父さん,なん誰がなんと言うとサナちゃんが一番可愛いんだからねありがとうごはんうれしい嬉しいな今日のライブサマーラブルやったんだねえーってイマそうなのサマーラブルさ やっぱ5曲やるときには入るかもあ敦也君お仕事頑張ってる人いいなと最近特に思います頑張りよえっねえあつやく君も頑張ってる頑張ってるでしょさっちゃんに自分のヘアクリップを貸すさなちゃんの優しさに泣いちゃったところえ違うところにさ許可なく貸しちゃったから大丈夫だったかわからなかったんだけどさ でもさせっかく主役だからと思って貸しちゃったんだよねありがとうせい先輩大丈夫今日もさなちゃんかわいいしつきあいきれだしやる気に見せてるので大丈夫ですえもしあさりがもう今すぐせい先輩のことを抱きしめてあげる <laughs> ギュッてもうねもうそれでもお疲れってもうやりたいありがとうはるかさんって読むんだねこの字で ありがとうございますはるかさんはるかくんはるかさんくんはるかさんくんどっちだろうなはるかくんかはるかさんかなどっちかなシャトリー、いっぱい教えてくださいはるかくんさんのこと世界を敵にも愛しても…お、七八。あ <laughs> さあ、銀河一ねありがとう前落ちたってのマママやからいい感じに見た目忘れてそう え、ごめんけど忘れてないよあ <laughs> ずやくお、ワイラビューこっちでもくれるのありがとう、ドクエロなんて話しのありがとう <laughs> ありがとう、ありがとう、ありがとうスカイゲートさんだありがとう、スカイゲートさんもっとスカイゲートさんコメントしてていいんだよマサパパ、今月は忙しすぎですねわ,んわんそうなんだよ、マサパパ今月はね、リットムーンね ありえないぐらい忙しい月なんだ学校大丈夫かな<笑>,笑えないおお虹だうんー虹ありがとう桜さんありがとうございますこなんて優しいのさ羽ちゃんが使ってくれるだけでめっちゃ嬉しいのだから可愛いお姿いっぱい見せてねもちろんとこやるありがとう本当にうちもさ羽ちゃんに抱きしめられてもらえるぐらい頑張ろう違うやくんもね十分頑張ってるから ただちょっと言うのが恥ずかしくて今まで言えてなかっただけだからさっちゃん得点かわりでいつも手を振ってくれるコウさんおおちょっとはい来てくれてありがとうって思ってかって手振ってます <laughs> 学校の方がちょっと心配ほっとけそうなのちょっとさあのさ大大だ大大大丈夫かな足当たり本当にさ出席数足りてない授業がありたら優してからね大丈夫って言っててもじ え、さん、学校本当に大丈夫えそれがですねやばいよみんなやばいお知らせサあチゃもしいよマサパパえ面白くないもうどうしよう本当にどうしようなんだ今アリさんだアリさんありがとう今月もライブいっぱいで本当大変よ、ね、でもサーちゃんにはいっぱいあるの売りすぎてないでしょじゃあでもさリトムめっちゃ頑張りたいチキちゃん今チキっていうかずっと頑張りたいけどさあのさあの本当にさ頑張りたいのめっちゃ頑張りたいんだけどさ リットムーンをでもさ学校もさ卒業しないとやばいじゃんどうしようここはちょっと卒業しましょうえ、わかるしんちゃんそれはしたい卒業式大事よ出たい絶対にみんなと同じっ子さ <laughs> どうしよう <laughs> どうしようほんとに明日話せるとしたら学校とバイトの間の時間やからお化けみたいな顔してそうよねえあんつやく君お化けみたいな顔じゃないよ <laughs> シャトルがもう熱くれっかりってやるよ。え <laughs> 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 ハマったらいいな。アイラブを送らない分コメントで伝える。愛してるぞ。ありがとうやっち。<laughs> 大好きありがとう。シャトルのせがか,かりご時宜にありがとうございます。で、ね、本当出世期すさちょっとさ稼がないと文字でやばい。 さいさんおさがか,かり59人目おめでとステムジもありがとうさいさんもありがとうございますさいさん学業を優先よそうですねそれはそう本当にそれはそうだよねでもリットもやりたいな。 ライブの練習もいっぱいしたいし配信もいっぱいしたいしみくちゃん配信もしたいしショールマンもしたいしでも学校も行かないといけないしツイッターちゃんとあげたいしティインスタも TikTok ククもちゃんと動かしたいしだけどだけどって感じ頑張る頑張るんだからね あと4ヶ月だよね、フトキキ。フフえ待って <laughs> なさくらさんそうなのお友達のカノンちゃんが4.5人留年でポストしてましたよねやばい <laughs> そのさカノンっていうアイドルやってる子がお友達なんですけどその子と同じ学校でね今日ね友達からねあの悪いお知らせが来て学校の先生があのクラスの 4. 約4 5人 これさ45人じゃなかったた間違えた 4, 人が「留年」ってね「留年するらしいよ」って友達から学校のグループラインで来て「あやばい」ってなりました「留年ほぼ書くらしくて」本当にやばいんだけどマサパパ昨日の特典会で熊ちと変なポーズ合成してたの思い出した「やめて」って感じ昨日ねあれはねあのマサパパあの全然熊ちの,あのお預かり期だからね「ツヤくん学校も頑張れるように応援してるありがとうツヤくんの。 応援でさあと100倍頑張れるわちぃちゃんゆっくり寝てほしい大丈夫だよ白鳥ちゃんとうん <laughs> 大丈夫だよあざとさ計算高くてくさねしわじ直さんさっきもさみくついてくれてありがとう白鳥さんっても,んなもうあのさあれなんだよほんとにほんとにすって感じなんだけど う待って、小洋さん小洋さん、あってる小洋さん。ありがとう来てくれて。頑張ってることいいことあるよ、ちーちゃん。ありかなお世話係ってどうやったら100、100人行くのかな、マサパパえ、確かに、ね、お世話係ってどうしたら100人行くと思う皆さん。じゃあ、どういうご配信頑張るのは、もう、そりゃそう。 そりゃそうだけどどうしたら100人いくんだのクリスタルクマがいっぱいだよティムジーえどういうことクリスタルクマってギフトツッキーさんだツッキーさんだ来てくれたのありがとう今日来てたありがとう来てくれて <laughs> ありがとう,うん大好きうありがとうありがとう根岸に留恋するなら大学に大学にしようって言ってて <laughs> ちょっと待って。ネギシ知ってるのあちやくんねぎしかの。おおにじだんにじありがとうおにじ。ゾさんだありがとうおつさん。え優しいね。ありがとう。これでにじ。元気出るわー。はちとむさんおつさんちんありがとう。JK のスケジュールちゃうわ。あしわじいさん。<laughs> ちょっとさ、JK ってさ、なんだっけ ?JK ってなんだっけ 虹だ。うーん、虹。ありがとうございます。錦先生も。え。ありがとう。錦先生。ありがとう。虹ありがとう。あと四ヶ月頑張るぞさん。としくんな、としくんやっほー。はい、しゃたら、龍の話してて、ドキッとしたわ。え、違うの、あのね、ドキッとするんだよ。だって。留年するかもしれないんだもん。 てか、小ぼかくって言われたんだって大変だ安井さんまずは学科区優先だよだよねでもどうしよう次のテストでさ本当にオール5とるレベルじゃないとね留年するって言われたでもさ出席人数足りなかったらさオール5とれなくないえ頑張るさなめろおやっち一杯支えるありがとうおやっち支えてほしいな頼りにしてるよ ピッピ,ーさ,んピ,ッピーさんだピッピーさんだありがとうなきっしょでピッピーさんにチュッありがとうピッピーさんいっぱいコメントしててねカノンってお名前うち的にいろいろあるからネギしオびにしてるだけえああかっあっカッな感じやつやくんなるほどねネギしオびにだからしてるのねなるほどねなんかちょっと 触れていいの百人目指すなら深夜配信するといいかもだけどさあちゃんのお体が採用せよ無理はじゃダメ絶対とかえなんでさ深夜配信するといいのとこやろう教えて教えたなんで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 人が増える見てくれるなんでなんでなんで,なんで,なんで出席人数る誰にかったらそもそもアウトやないか高校たちが食ってでも ちょっといろいろちょっと何かこうやってくれるところなんであれなんだけどそう <laughs> どうしようかな笑えない <laughs> 高校四年生白鳥さんですわくさねえそうだよええ絶対そんなこと言わないよ主人 <laughs> さんねテストが心配すぎるマサパパも白鳥なんか諦めそうだけど諦めちゃダメだよね テンムスさんが2度目の訪問ありがとう2度目の訪問テンムスさんももこさんに並び配信時間を長くするとその分レベルアップする方が増えるけどそのメロペースでよ、OK、きやっちももこみたいにあの配信時間を長くするのは無理しらとりこのスケジュールの中 アイドル活動に対してよくなこと言われたら周りの人に迷惑かかるかもしれないさシしさんねちょっとほんとにさ学校のことを考えたくなさすぎるしだとりなんだけどさでもその同じ学校でアイドル頑張ってる子もさ今度はソロコンサートやるんだけどさそういうのもあってさ学校がほんとにやばいみたいで本当に行けてないって言ってねっ「ルケネコさんありがとう来てくれて」 面接やってる場合じゃない気がまさ <laughs> <の>まま <laughs> 大丈夫だってさ楽しみじゃんみんなで話せるの深夜配信で結構見れる人いるんださ菜ちゃん今のママが一番ゆっくり増やしていきましょう <laughs> ありがとうとかやろできる時やろうかな夜起きて一回さ終わってお風呂入って寝てあーでも無理かどうしようかな 星北斗さん星北斗さんどっちだろうありがとう教えてくれて深夜3時になるとデ,デイリーミッションをクリアするためにリスナーが10か所のルームを見る必要があるあっはいなるほどですねだからかたくさんの人が来るんだねなるほどねならさ絶対深夜やるのってすごいさいいんだよね ありがとう教えてくれてついでにそこで見つけてもらってフォローしてもらうこともあるしえー、なるほどねなるほどねえー、<laughs> なるほどねえなるほどねありがとう教えてくれて明日は朝配信など嬉しい <laughs> どこやろ <laughs> 明日の朝寝かして <laughs> 父さん逆に考えたらここを制したらもう自由の身だよ確かに卒業したい コウさん無理は気持ちですよ体は大切にありがとう優しいんだねコウさん福田桃子ちゃんよく深夜配信してるねそうなのそうなのそうなの桃子って大体何時からさ何時までやってるのやっぱり、なんかさちょっとやらない どうしようって思うことが多くなってきて大変なんだけどなのさんがフォローしましたありがとうなのさんえなに嬉しいフォローありがとうございますあ初音もありがとうあ初音もでフォローしてくれて大好きありがとうございますしやでまずまさちゃんが時間取れるときの話してくれたら嬉しいあっというかありがとう学校も頑張れるペースでうんありがとう 寝た方がよまし下ポポも優しいんだね楽しいっ思えるペースで走りしたしちなやっちもありがとう優しいわ学業頑張れば4ヶ月からは楽楽だよけスリさんそしたらさもう4月からはさ4か4ヶ月って言っちゃったらしゃる通り4月からはさもうリットムだけに専念できるんだよね 深夜30の他に、午後の15時も同じだよ。人の往来が多くなるから見やすい。あ、そういうこと待って、午後の15時もいいんだ。ならさ、もしさ、なんかちょっとさ、15時から時間、ちょっとだけある時とか、もしかしたらあるかもしれないけど、その時は絶対15にしようかな。さあ、じゃあ大変そうでかわいそうに、ペタ、ペタそんなかわいそうって言わないでよ。ちょっとさ、<laughs> かかか,か、かわいそうなんて言わないでよ。しわじンさんってさ、 違う名前だった前、そんなことない違うお名前じゃないもしかして前学校卒業したらあとは自由だよホントにねっミカちゃんさらちゃんのスケジュール見て実は学校のこと心配してたんだありがとう心配ありがとうねありがとうちょっとやばいかもしれない <laughs> ありがとうかちゃん優しいももこちゃんは深夜2時くらいから配信始めたりしてるああそうなの深夜2時まで寝たらいいのかなねせい北斗さんありがとう教えてくれて奈なさんちらああ待ってありがとうございますいっぱいコメントしちゃっていっぱい読むひろさんだな気してたひろさん今日も来てくれてありがとうございますちゅっありがとう ティシーリトムに専念したら学業優先しゃいとまた1周年同じことになるからね1年同じことだよね <laughs> ティムシーそうだよねまた1年さあのリットムに専念できないあ専念はしてるけどさリットムだけとかにならない期間が1年に続くのは大変だよね15時の場合は発信してた場いから分散しちゃうえー、そういうことわかる言ってることはわかる てよあ、そうなの歌ちゃん、星北斗ですあ <laughs> ごめんなさい、星北斗さんですね <laughs> ありがとうございます今はちょっと大変だけど、別に学校卒業してしっかりもっと JK で行っちゃってるねそうだね、どこやろう頑張るわ タしたい歌ちゃんにまずめっちゃ会いた、ね、いしラトリ別に学校卒業してあっありがとういつも投げケースをおねだりしているのはな緒なヒーローさんいいよいっぱいおねだりしてヒーローさん嬉しいありがとうさやちゃん誘惑に負けないようにまずは卒業を目指そうね誘惑に負けないようにうんケースだリーシはりさんおしラトリ誘惑 とりあえず、まずは留学目指そう。留学じゃない、間違えた。卒業目指すってことだよね。そう、同じ服持ってるの。ほ、星北斗さん。<laughs> サあちゃんは頑張りすぎないくらい頑張ってる。そんなことないよ、ミカちゃん。ありがとう。サあちゃんいつもめっちゃ頑張って,て尊敬する。ペタン。そんな。みんな頑張ってるんだよ。みんな頑張ってるけど。 出てないシアトリはえっとなんかちょっと言っちゃってるからさとりあえずそろそろ動くさなちゃんに会いたいですねあっというーシアトリもさ早く会いたいなアイラちゃん途中からだけど今卒業目指そうあとが楽だから早うちもらわせることは終わらるすようアイラちゃんねだよね頑張りますわいろいろあって解明しましたえっあのさだよね だと思ったえなんて呼んだらいいこれからはシュワン人ンさんでいいサラちゃんに足を届けたいのちっちゃい,いーーありがとうございますでも申し上げて,てくれるだけでさ嬉しいわオラフだオラフありがとうややありがとうそれとりそろそろオロカの配信 ななんなら専属の家庭教師しに行きますからどうぞあいよろしくいいよー来てーそしたら毎日頑張ってて尊敬あちゃくんあちゃくん頑張ってるだからシャドウのルームには頑張ってる人がいっぱいいるからいいってことだヒーローさん たあれ寝たちゃんと食べて頑張ってるの自分を買ってるか苦労するとこ見たくない <laughs> ありがとう入れちゃう頑張るね多分卒業ならうちの方が危ないさなちゃんなら大丈夫よ <laughs> 大丈夫かな敦也くん何かさ何食べてるのピッピーさんえっとスープコンソメスープだよさ菜ちゃん早起きだから眠、ね、ん そうだなキーマメン社長この一度一日のこの活動のこれがさあの今日さあのいっぱいあったんだこっちは短い配信でいいじゃないともそうかなじゃあスクジュタイムから一斉のね一斉のねありがとうくまちレポート採点室なの <laughs> やっちゃってんじゃんシルさん ありがとうすすめくれたけど好きしかない <laughs> ありがとうしゅうさんもゆっくり休んでねじゃあ男女の方読みます13位から13位ピッピーさんありがとう12位んぽんさんありがとうございます11いホットキッキありがとうチューリスカイギートさんありがとうございます 9位コウさんありがとうございます8位ティムジーありがとう7位サシさんありがとうございます6位マサッパッパありがとう5位8名のありがとう4位トカロありがとうございます3位にしき先生ありがとうございます2位サクラさんありがとうございますそして1位はトゥーパンゾウさんありがとう1位いつもじゃあねみんなバ,バイバイ タラララララランタタたタ。